おはようございます。冒頭の党のワクチン接種対策本部の緊急提言について申し上げたいと思います。この度公明党では新型コロナワクチンの円滑な接種体制の整備に向けまして、全国の都道府県本部から寄せられた意見をもとに、党の接種対策本部として緊急提言を取りまとめました。本日15時半より菅総理宛に申し出を行います。ワクチンにつきましては、各種世論調査で国民の大多数が期待をしている、早く受けたいというふうに答えられております。こうした国民の期待に応えられるよう、来週半ばにも開始をされるワクチンの接種に向けて万全の体制を整えていきたいと思います。また公明党は今月の28日オンラインでですね、全国ワクチン接種対策本部会議を開催する予定であります。公明党のネットワークを生かして、各都道府県本部と情報共有を図るとともに、現場の課題や要望についていち早く政府に届けていきたいと思っております。私からは以上であります。それで質問のある方は挙手の上、社名、氏名を述べてお願いいたします。TBS の橋口です。幹事長、冒頭発表になりましたワクチン接種対策本部の緊急提言なんですけれども、今回菅総理宛てということで、もう来週には始まる中で、党としてはですね、特にどういう点を菅総理に対して提言を強く求めていくお考えでしょうか。これは提言が終わった後のぶら下がりでお話をすべき内容かと思いますけれども、各自治体のですね、接種の準備のための予算が今示されているその補助金の枠内で果たして収まるかどうかと不安を持っていらっしゃる自治体もございますので、これについてはですね、しっかり今後必要、追加に必要になる費用も考えられますから、そういった費用も含めて自治体の財源をしっかりと確保、国の責任で確保してほしいといったことですとか、あるいはワクチン の配給の情報がですね、非常に不足をしているということで、自治体としては具体的に高齢者の接種が4月から始まりますけれども、その準備等でですね、ワクチンがいつどれぐらい届くのかというのが、情報がない中で非常に苦労されているというふうに聞きますから、それはなるべく早く伝達するように努めてほしい、等々を柱として申し上げたいと思っています。読売新聞の土井と申します。オリパラ組織委員会の森喜朗会長について伺います。各種報道されているところですが、今日にもですね、辞任を正式に表明されるというふうに報道されておりますけれども、改めて今回の一連の経緯を踏まえてですね、受け止めをお願いします。はい、先週のこの会見におきましても、私からですね、極めて、森会長の発言については極めて不適切であり遺憾であるというふうに申し上げましたけれども、その後も国内外からの批判はやまず、また IOC も当初はですね、問題は決着したと、発言を撤回し謝罪したことでですね、決着したというふうに声明を発表しておりましたが、影響の広がりを受けてですね、完全に不適切とする新たな声明を発表し、さらに五輪準備のための4者会合の開催が危ぶまれるという事態にもなりました。今回の会長辞任については、報道で承知をしておりますけれども、ご本人の判断でありますので、やむを得ないというふうに思っております。す
ません、重ねてお願いします。今回 の, その人事に関して、まあ、政府与党の関わり方がどうだったのかという観点で伺いたいんですけれども、特に菅首相はですね、組織委員会の顧問会議のまあ議長でもありまして、いわゆる助言をできる立場だったということでもあるんですけれども、このリーダーシップの取り方、関わり方がどうだったかという、その評価をお願いします。総理も外で答弁されたと思いますけれども、総理自身にいわゆるその任命権あるいは解任権というのがないという中で、まあ、ご本人の判断を待っていたということであったかと思っております。西山です、よろしくお願いします。今の話題の関連でお願いします。まあ、森さん の, 辞意を受けてですね、森さん自らがその、まあ、後任を川内さんに打診する、そしてまたその、ご自身が相談役になるという報道もすでに出始めております。このプロセス、まあ、正式ではもちろんないにせよ、こうした批判を受けて辞める方がご自身が指名するこのプロセスであるとか、後任をめぐってもしくは自らの立場を、まあ、すでにこう調整が始まっているこの現状について、妥当性というのをお伺いできますでしょうか。これは組織委員会の人事でありますから、最終的にはですね、組織委員会がその人事を認めるかどうかということにかかってくると思いますので、まあ、それについてですね、私の方から組織委員会の人事についてコメントすることを控えたいと思います。朝日新聞太田です。関連してお伺いします。今の人事については申し上げる立場にないというようなお話でしたけれども、昨日川淵さんがですね、記者団の取材に応じた際にですね、森さんから聞いた話として、 IOC のバッハ会長が森会長に並ぶ、その女性の共同会長を置く案を提案していた、とかですね、菅さんはもっと若い人、女性はいないかと言ったそうだというように語りました。結果として、まあ、その、川淵さんに示したという形になりますけど、この、評価を受け止めをお願いできますか。それは私はよくその発言については承知しておりませんし、最終的には人事は組織委員会でお決めになることですから、まあ、そういった状況も踏まえてご判断をされることだというふうに思っております。日本テレビの大神です。関連してお伺いします。オリンピック開催の直前にこのトップの交代になったということに関して、オリンピックの開催に影響が出ると思われますでしょうか。まあ、半年を切った状況の中で組織委員会の会長が交代するというのは、まあ、確かに影響があるのではないかという懸念があります。まあ、その懸念を払拭できるようにですね、関係者が今後この件を乗り越えてね、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。本当にいかがでしょうか。よろしいですか。では以上で終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。